ペコちゃんの MC、ミオシャのジュンちゃん、ヤゴーの笑顔と見どころいっぱいの配信でした。とてもとても満足です。コヨちゃんお疲れ様でした。ありがとう。待て待て、見どころ3個あげるのにヤゴーの笑顔入ってくるの、マジでヤゴーだなぁおいおい、ヤゴー、もうアイドルよりやはり目立つ。でも、ほんと、小よりもね、ちょっとだけ見返したんですけど、改めてね、なんかこの番組として見てみたら、あれか、切り抜きで見たんかな？切り抜きで見返したら、やっぱ、ヤゴってすごいなって思った。なんか、可愛いよね。なんか、ね。ね。マジでヤゴ、笑顔になるだけでみんな嬉しいし、真剣な顔してても、あー、なんかヤゴが真剣な顔してるって、なんかね、頑張れみたいな風になるしね。ベストガールだわ。大丈夫、ヤゴのことをこう、なんていうの、男性として見たことはないから大丈夫だよ。みんなどういう話をしてるのかわからないけど、まあ家庭がありますしっていうのは一回置いといて、それはどうでもいいんだけど、ヤゴはアイドルなんで、ベストガールなんで、はいそうなんか今惚れないでねみたいなコメントあったんだけど、違うよ、そういうものじゃないよ。ヤゴはアイドルだわ。偶像、なんか本当に偶像のアイドルって感じがする。社長なのにね、スタッフにもいじられ、みんなには見えてないところですけど、すごいいじられて、それが小よりに MC に回ってくるカンペで、でバカ、変態、うるさい、もう知らない、もう知らない、バカ変態、ド M だね、 You are 変態、バカ変態、うるさい、もう知らない、もう知らない、ピアン。